ワールドカップ楽しみ。アリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。はい、ということで皆さんどうもこんにちは、アリケンです。10月頑張って動画出してるでしょ俺。まああのミニポとデカポをね飲む動画しか出してないんですけど、今日はですね、まああのちょっといろいろおしゃべりしようかなと。サムネ見て通り、タイトル見た通りわかると思うんですけど、ワールドカップを実況します。まあ、実況というかまあミラーだね。2022年11月12日13日2日間かなの日程で FNCS インビテーショナル2022年の、まあ言ったらワールドカップかな、多分みんなが分かりやすいというのは。これがねアメリカであるんですよ、デュオが。これをね今日はねミラー配信するよっていうまあお知らせというか、まあそうですね、これ言っとかないといけないかなと思ったんで言いました。なんかね今シーズンはワールドカップがあるからかどうか分かんないけどFNCS がないらしいんですよ。まあもうそうですね、 FNCS でねご飯食べてた俺からするとね、もうなんでこんな FNCS やってくれないんだって言うんですけどね。でもね今年はね一味違いますよ。やっぱコロナとかが収まってきて、やっとワールドカップフォートナイトやってくれますよっていうのをね、ワールドカップミラーできるのかなって思ってエピック今井さんに聞いたんですけど、ミラーは OK らしいです。はい、今井さんに許可もらいました、ありがとうございます。2022年11月12日13日、この2日間は日本人選手もね2組かな3組かな分かんないけど出るらしいんで、あんまりよく分かってないんですけどね、このねお前みたいな詳しくないやつがミラーすんだっていうお声もねあるんですけど、まあ一旦ギュッとやってパクッ食べていきたいと思います。ちょっと今のところは編集者のカットしてくださいね、普通に滑ったんで。はい、まあそうですね、このワールドカップミラー配信していこうかなと、そのミラー配信でまたガッポガッポ稼ごうかなと思っているんですが、今日はですねそんなワールドカップ、前回の FNCS でアジアのデュオでトップを取ってワールドカップに出場を決めた選手たちの動画です。今日は前回出そうと思ってたんですけど、 FNCS の時に編集者さんがコロナになっちゃって出せなかった動画なんで、2ヶ月ぐらい前の動画なんですけど、まあFNCS デュオでね世界大会行ける人が決まった試合かながねあるので、まあそちらの方を今日はね見てください。あとコメント欄とかにね、ワールドカップ楽しみ、アリケンの実況マジ楽しみ、アリケンかっこいい、付き合って大好き好き好きみたいなコメントはねいっぱいコメント欄にしてくれてもいいので、ね、あと高評価とねチャンネル登録しとけばね、この今俺のこの動画が出てるチャンネルでミラー配信するので、よかったらねチャンネル登録もよろしくお願いします。さあ長くなりましたが、それじゃあね日本人デュオ選手たちがねワールドカップ決めた試合をどうぞ。あちーあちー、これなんですよ、我々が求めていたものは。残り2試合です皆さん、マジで熱い展開になってきたわ。うわー、ここ勝ったら世界大会か、あと2試合で。うわー、なんかいいねー、よかった俺見る方で。俺狙ってる本人だったら緊張しすぎてお腹痛なってるわ絶対。さあ残り2試合見ていきましょうか皆さん。さあ始まりました、運命を分ける5試合合目。それではーせーの、大成功。やっぱダメだ、なんか俺この掛け声をずーっと作ろうと思って早2年が経ったわ。いやまたワイホに怒られちゃうよ、しょうがねえな、ちょ怒られないようにしとくか。さあワイルドホーク死にかけです。これまたワイホに言われるよ、アリケンさんって言って死ぬ瞬間だけ。ヒギデスカメラ、これまた言われちゃうよ俺ワイルドホークに。みんななかったことにしてくれ。さあルナペポの逆転はあるのかな、まあ一番多分リスナーが求めてるのはルナペポの逆転なんだろうけど、でもこういう時って大体ね1位のやつがねもう一気にビクロイしていくから、多分ゲトモゲもねこの2試合ね今中盤視してるから絶対気合入ってるよ。ゲトモゲ頑張れ、ゲトモゲチーム。なんかいいね、嵐の前の静けさ。72人、サージは出てるがあまり動きはない様子。マフィンやられた、いやゲトモゲなんか勝ちそう、なんかここフラグ立てていい、ゲトモゲ勝ちそう、ここでここのサージの取り方が一番むずいからな。さあゲトモゲも生きてる、275ポイント、しかもジャンプパッドを占領してる、うまいねこれ。次の移動ジャンプパッドでできるからなこれ。さあモーゲットがまだキルポを稼ぐか。さあ資材がリフレッシュできてしまった、しかもクソ強いサムマシンガンが目の前にあるぞ。さあサムマシンガンの色を変えて、ここはグラップラーは取るよねさすがに。めっちゃリフレッシュ成功してるぞ、うわしかもアンチ、うわ入るんだこれ、これジャンプパッドで移動できるぞ次。さあわかりません、さあペポがダメージ食らっている。
アーマードウール使って落ち着いて回復していきます。死んでも生き残りたい。一発あって倒しきるんだよね。そっちも今も倒しきるんだよね。あ、うわー、ペポがやられた。さあルナが一人になってしまった。残り21パーティー。さあ1位、2位、3位全員生き残ってます。ギトモキ300いきそうだよな。さあしかもここでジャンプパッドが使えるんだよね。ここでここでジャンパなんだよね。さあルナは一人で生きていけるか。できるだけポイント稼がないと離されるからな。残り1試合で追いつけるポイントにならないといけないからな。さあ残り19パーティー。さあ目の前エディットしてさあ進んでいきます。さあルナ一人でどこまでいけるか。ここはうまい。さあこのグラップラーの使い方うまいねルナ。さあ1位に追いつくためには高順位が必要です。さあ今日1日をかけてゆっくりと逆転してきた。しかし相方の最強相方ペポが落ちてしまっている。ここは一人でどうにかかいくぐっていかないとはいけない。目の前 LOD スティケ。さあ誰かわかんないが、さあダメージは取っている。さあアンチどう優先。アンチがダメージ、10ダメージだけを食らって、さあアンチの中に入っていく。さあ目の前ミリムがいるが、ここはエディットが間に合わなかったか。さあワンボックスに入れているルナ。お、目の前にエイムさんが落ちてきた。ここはダメージ入れれたかわからないが、そのまま進んでいきます。ルナがそのまま上に登ってローグラウンド、周りを建築で囲って、残り資材は17枚、あまり資材がない。残り12パーティー。2人で、うわー、ここはカウンター、待ってましたぞ。ショットガンをさあ使って倒していった。目の前の敵も倒れて、さあ武器を取りに来たところ、フロタがいるが資材をゲット。29資材が増えて現在8位。その目の前にはエイムがいるが、ここは落ち着いて大人対応、倒さずにアンチ移動を優先。大ジャンプ。おえー、なぜかエイムが死んだぞ。これで HP はマックするな。現在6位。さあたった一人で順位ポイントを稼ぎまくっている。しかもキルも取っている。目の前、さあ1対1しっかり勝っていく。ショットガンを当ててチャグスポケット、ミニポも使える。一度アンチがいてミニポ1本飲んでチャグスポ使って、もう一度アンチ内、ハイグラ、ハイグラ取って。さあしかし登る資材がないので、ここは下に降りるしかない。さあ下で油断している敵を倒していきたいが、ショットガンを1本捨てて、目の前にはザゴーがいる。それに気づけるか。さあたった一人どこまで持っていくんだ。280ポイントになったぞ。これマジで1位越せるんじゃないのか。上にはアレンたちが生き残っている。下にはザゴー撃破して284ポイント、一人で2位まで上り詰めた。残り 1V2。 上にはアレン、アレンとレイナーがいるが、ここはさすがに資材が残り5個、しんどい状況ではある。ショットガン一発当てて、上の人たちも油断はしていない。ここはさすがに難しいか。しかし一人で2位まで持っていったルナ、284ポイント。アレンたちビクロおめでとうございます。おい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 、累計はおい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 、ラストマッチで全部ひっくり返る。だけどゲトモギが最初に300ポイント到達してるけど、でも言うてその差16ポイント、21ポイントかな差は。おいおいおい、マジでワンチャン出てきたぞ。1位に追いついたぞ4チーム。ゲトモギ逃げ切れるか、それともミリムザゴ、ペポルナ、レイニー、アルベド、シャモキースイッチ、マイポリたちもまだワンチャンあるな。マイポリなる。さあここの残り6パーティーでの1位争奪戦かな。あっつー、やばいな。同節1万7000人どうも。さあ皆さんラスト試合ですよ次が。さあそれでは運命をかけた最終試合見ていきましょう。ここって最初は何パーティー来てたの。え、やばくない。あ、でも1パーティーか。純粋な 1V1 やね。うーわー、うーわー、いっ蘇生間に合うかこれ。うまい、1人落として2対1だぞこれ。うわー、いいダメージ。え、倒したけど。うわ、漁夫が来てんのか。
うわー、うわ、でこの音聞いてくんのか、うわー、うわー、うわ、リロード、うわー、うわぐー、やっぱ1位は狙われるなー。いやー、こいつら突っ込むんちゃうん。でもおい、これ悪いこと考えてるだろこいつ。やべえ、ザゴミリがいる。うわー、もうぐちゃぐちゃだー。もうみんな悪いこと考えてる。これ悪いこと考えてる時の音、こいつの。いや、ルナペポあるか、3連覇。うん、でもわかんない、ここで全員ドカドカドカって落ちて、ワンチャンゲトモゲが1位になる可能性だってまだあるからね。まあ本当にまあマジでむずいと思うわ。対策しようがないもんね。うわ、これ大丈夫かペポ。うわうわ、強いけど危ない。うわ、よく耐えた。これ絶対死んだと思ったわ、今サブマシンガンのワンボックス入ってきたの。ゲームイズが勝つか、アルバが勝つか、それとも前回王者が勝つか、熱くなってまいりました。うわー、上位だろうが一瞬で死にます。ミリムザゴーかルナペポかみたいな感じになってきちゃった。まだゲットモゲットたちが1位。いや、ワンチャンゲットモゲットたちの逃げ切りあるんだよな。言うてサージ118、ミニポがもうないので、どこかでリフレッシュを狙いに行きたいところ。ザゴーたちも300ポイントに到達。残り22パーティー。ザゴーが勝つか、ルナペポが勝つか、それともゲットモゲットが逃げ切れるか。ルナペポ293ポイント。ザゴーミリも越すためにはキルポイントももう少し必要です。ペポのリフレッシュ一番ここで欲しい。目の前にいるが、これはさすがにバレている。突っ込んできた。ルナは一度後ろに下がります。やられるわけにはいかない。うわー、さあミリムとザゴーが越せるかどうか。そのポイント差2ポイント。ミリムとザゴー行ってしまうのか。このまま1位まで残り2ポイント。1位まであと1ポイント。もしかしたらワールドカップに出れる可能性があるこの対決。310ポイント。ここで暫定1位のゲットモゲットを抜いた。ただいま1位。このままポイントを稼ぎ続ければ1位です。逆転もないでしょう。いや、ワンチャンマイポリたちがキルを取ればあるが、まだ歯茎を出すには早い。さあローグラを選択。後ろのさあアルバナイルを倒していきたいが、さあ味方が1キル。ザゴーがキルを取っている。現在6キル、315ポイント。もう1位でしょう。もう越されることはないでしょう。コロナが始まり世界大会がなかったフォートナイト、苦節2年3年やっと世界大会が開かれるところまで世界も回復してきた。そんな中、世界大会への切符があるかもしれないこのグランドファイナルで、現在1位ザゴーミリム。2人で世界を見に行くのか。まだまだ油断はできないが、現在318ポイント。そしてハイグラにいます。残り4パーティー。フルパーティー残ってるのはこのチームだけ。ハイグラか、最後ビクロイで終わらせるのか。資材がね、これどうやって降りるのこいつら。さあ4枚ある。うわー、200個、うわー、資材が400個回復。ハイグラ、上からアスロットライフルを打つ簡単なお仕事。ミリムがまだこれでもかとキルを取る。1位のチームが最後の最後にビクトリーロイヤル。あまりにも綺麗な最後だ。さあ、行ってしまえ。1位にふさわしいラストキル、決めてしまえ。そのままミリムザゴービクロイフィニッシュ。ミリムとザゴー何回ビクロイしてんだ今回。さあ、すべての FNCS グランドファイナル2日かけての12試合終わっていきました。それでは最終の結果を見ていきましょう。ドン。12試合中4試合ビクトリーロイヤル。素晴らしいね、4回ビクロイ取ってるよ。ミリムザゴーが1位でフィニッシュ。グランドファイナルを制していきました。おめでとうございます。そしてまさかの2位と3位が同点だけど、これわかんないね、どうなるんだろうね。まあわかんないけど、さあゲットもゲット、最後かぶせられて1位をこぼしてしまいました。いやマジで、あのあれやな、もうな、うーんって感じ。おめでとう GG。
そして3位がマイポリナル、4位ルナペポも惜しかったね。ジージー、いやマジでワンチャンあるんじゃないかって楽しませてもらったね。いやでも最後にビクロイで4ビクロイはもう圧倒的だろということで、FNCS グランドファイナル優勝はアルバミルム、アルバザゴ優勝です。また C シーズンが来たり世界大会が行われたりしますけど、皆さんまたそこでお会いしましょう。それでは1位を取った2人おめでとうございます。それではまた次回のフォートナイト配信でお会いしましょう。それではお疲れ様でした。せーの、またな、バイバーイ。